受け付けられてるシリーズとしてやっぱりあそこは人気じゃなかったからとかでは無視できない。無視するのがそれこそ不自然だし、ああ。爆発少ない。そうですね。あの時は。がっつり、ダクソ2のがっつりした爆発って、いわゆる谷村ん谷村移動、高速移動と空中浮遊、くらい。最近では、なんだっけ、バリスタで倒されるあのボスが勝手に死ぬってのもあったりするけど、ダークソウル2のスタミナ消費の速さは異常、スタミナ消費が速いからよりちゃんと管理しなきゃいけないみたいな、そういう面白さもありはしたんですけど、よいしょ、なかなかねストレスになる部分の方が多かったかな、さすがに。あの走れる距離の少なさは。ジャンプの距離変わりますね。ロングジャンプ。ロングジャンプじゃないと届かないショートカットがあるとか。で、それジャンプ出なくて、ロングジャンプが出なくて、届かなくて死ぬと、ベイビージャンプって言われる。あお。PS5 いらないけどデモンズリメイクは欲しい。PS5 もうちょっとな。呪縛者。ああ、それだ。呪縛者が、ボスエリアの前に出てくるところの、下でなんかぴょんぴょんして、かがり火に戻ると死ぬっていうやつ。狂人ブンブン。狂人ブンブンはまあ、一応、対人でハメ技になってはいたけど、バグ技ではなかったので、ノットギルティかなとは思ってます。対人がなければあれ放置されてたんじゃないかなっていう、確かにモーションは重たかったかも。デモンズ、ダークソウル、ダークソウル2とちょっとずつ重たくなってる感じは。デモンズ早いよね、走るの。いけた。PS5 は PC に勝てないわけじゃないけど、 PS5 を高額7万8万で買うんだったら PC なんか新調するとかでやった方が最終的にやれること多いかなっていう。 PS5 が悪い。 PS5 にPS5 に Windows 乗っけてくれ。Xbox の最新機種に Windows OS を乗せてくれっていう感じ。パソコンとして売ってほしい。むしろ。対人はレベル離れ、離れ。縛ればかなり面白かった。ああ。最初変な。変なというか、なんかお決まりの高強靭の高火力が出る装備とかね、あったね。足腰強靭。走るの速いし、長く走れるし、落下ダメージ少ないしで、赤色で
スタミナから解き放たれてみて。スタミナの縛りかな。あれ、スタミナいらないんじゃねえとか思っちゃうくらいなんだけど。バランス調整でいいゲームだった。ああ。初期は、ね。初期アマナとか。悪名高い。初期アマナさんとかいるし。よし。ボット使えなくなったんだ、やっぱり。まあ、無料のサービスだったから、だったみたいだから、普通にパンクしたとか、キャパ的に。いろいろあるんでしょうね。あとは、ツイッチ側から弾かれてるとか。あ、装備、忘れてた。デモンズの PV、NPC とか人の顔全く出てない。出てませんね。オリジナル版と同じ構成になってたらしいから、あれ。そういう兼ね合いもあるんじゃないでしょうか。あ、間違えた。Be careful. おい。DVD 配信は、たまにはやろうと思うんですけどね。間違えた。今は、まあ、普通に、ダクソの方のモチベーションも高いので、ダクソのモチベーション低かったら、こっちか。多分 DVD の方ばっかやると思うけど。あれも今、裏で動画撮りながら、遊んでるからね、基本的には。金目石な。ああ。一応オリジナル版も北の巨人の金目石のデータは、没データ、アンユーズドな、使われてないデータとして、入ってはいたらしいから、リメイクでそこが、拾われるかどうか。プロロの操作おかしくなってんだよな。フリューデッド騎士。あー。それはオープニングの方じゃない?とか。あ、どうなんだろう。デモンズの初出のムービーがどうだったか知らないかな。
まあ、そもそも、あれの尺で十分、デモンズってわかるから、わざわざ、ね、そこまでやらなくても、ゲーム内の映像じゃないわけだし、そこに労力割くんだったら、ゲーム続くっていれば、っていう、のもあるかな。リメイク楽しみだけど、腐れ谷の雰囲気とか、そうね、オリジナル版知ってると、どうしても、綺麗になったことで、変にチープに見えてしまうっていう。こうじゃないんだよなーっていうのが、感覚として出てしまうのが、困りもの。難しいよね、そこは。元のオリジナル版の雰囲気を残したままリマスター化できるかっていうのは。ただ綺麗なものを新しく作り直すんじゃなくて、わざと古いように見せるって、なおかつ綺麗に見えるものを作ろうと思うと、余計に労力割かないといけなくなるだろうし。やろうと思えば多分できるんですよ。多分、知らないけど。できると信じたい。やるだけのあれがあるのかって。ダークソウルリマスターもあれ、炎司祭の攻撃とか、綺麗な休憩になっちゃって、ああ残念だなって思ったりもしてないことはないからね。どこまで判定があるのかすごい分かりやすくなった代わりに、怖くなくなった。オリジナル版より。炎司祭ナーフされたかみたいな話もしてたからね、最初。ラトリア、確かに。綺麗になる代わりにチープになるってのも、あるけど、それだけじゃなくて、こう、書けなかったディティールを追加できるっていうメリットもあるから、そこに期待するのがいいんじゃないかな。朽ち果てた城みたいなところも、ただ綺麗にするんじゃなくって、座れる？大丈夫？じゃなくて、もっと廃れた感、自然に生えた木とか草を追加してみたり、そういうディティール増やせるのは、ね、期待できるポイントだから。まあ、製品版見てみないとわかんないよ。所持重量の概念消さなくていい。あ、でもリメイクだからどうなるかわかんないな。概念は消さなくていいけど、もうちょっと遊びやすくなってた方がいいとは思う。っていうか、多分、所持重量、ステータスとして消えてても、
ゲーム内に残ってるよ。今までの感じで言うと。下手したらダークソウル2とか3とかにも所持重量あるんじゃない？ ないかな？王女1。まあ、一番最初に。そっか。草だからな、回復が。何はあるんだ。所持重量。こんばんは。所持重量。リマスタードも。そもそもダークソウル自体が所持重量っていうものがないのに、所持重量のステータスあるっていう謎の状態だからね。さすがに出ないかな。ダークリング使って帰ってくれよ。何のんきに走ってんだよお前。3のボツデータ入ってるの。キロ。オンラインの機能がオミットされて、オミット？実装はされてないけど内部に入ったままになっているからオンラインのモッドが作れてしまったっていう話は聞いてる。マジかお前。巨人の盾。今日は機嫌がいいですね。週末だから。PC のメモリを 16GB に拡張したから。ああ。例ですけど。人間性。金蛇の指輪使ってるので。うん。PC のメモリが、グッドラック。ドロップ率に関わってる可能性ってあるのかな？ないか。惜しい。でも悪くない。それ犯罪では？ダッシュ？違う。ひるみ。ドロップが遅かったんだよな。まあ、いっか。プロロが今ダメになってんだよな。そこだけ不安。オスは結構良かった。Sがダメ。何言ってんだ。何言ってるか分かんないだろうな。区間名の SOS が、シルバーナイトスピア、オーンスタイン&スモっていう。1分20秒。
マラソン中一回無駄に走ってかがり火に戻ってるのが あれ恥ずかしいんだよな。ぼーっとやってるってことだな。集中してない。ログ残す？ああ。まあ、この走りで満足はしないんですけど。ね。嫌 じゃん。しょうもないミスしてるの、残ってると。プロロしっかり。いつもよりプロロの操作ちょっと意識してやろう。ゆっくりでもいいから。確実に。これぐらいスタミナあればいけ。足りるか。惜しい。プロロが甘い。これ歌ってるの残す方が恥ずかしくないか？早い。マイナス 0.36 秒。しょうもないミスが残るより、歌ってるの残る方が恥ずかしくないか？バックステップ、まあなかったので、いいですね。区間記録も更新したし。お歌配信ではないです。デスストのピ、あー、そろそろか。なんだかんだ PS、プレイステーション専売のゲームもちょこちょこ PC に来たりしてたり、まあ何年か遅れるけど、でもまあ選択肢与えてくれてるのは助かりますね。おねし歌うね。セキュリティ調整はもう決まったやり方があるので、その通りにやればセキュリティ入る。落下ダメージとかは。ちゃんと調査して、調査した通りにやれるかどうか。おっと。
出てないのか、ヤクザ。やば。当たってね。あープレテさんのゲームの PC 化って難しいのかな。リマスターとかでもないと。今殴れたな。強いですね。回転速いと。お、マイナス 0.51 更新。やっぱあれぐらいが理論値なんだろうな。欲を言えば最後、つかみじゃなかったら、もう少し早かったんだろうね。いかなかったですね。ショコカが、うまく。プロロの、操作がど下手くそだったっていうのもあるんですけど、親指の次の武器やろう決めてないし、多分次の武器はないです。さすがにもう多分ない、かな。頑張ります。これリマスター版で結晶猛者の動きが多分違うんだよね。右から抜けた方が安全。この辺適当に歩くと勝手に攻撃外れるので、歩いて。別に RTA のためにゲームしてるわけじゃないからね、自分。やりたいことをやります、その時に。いけたかもしれない。ちょっと待って。オッケー。大本命が次来ますけどね。レバー触って、次なんですよね。問題は。あ、セキュリ入ってない。はい、ここ、難しいな。あ、いった。よーし。落下ダメージ入ってね。セキュリ入ってね。オッケー。
もうちょっとスタミナ少なくてよかったな。雨降ってます。You're sorry for you could not be。 しました。 I did eat。 これ逆だな。あと人間性をセットしておきたいんですよね。黒壺のとこに。プロロがまだちょっとおかしい。操作が正しくない。お、やめろ。死んじゃうだろう。届かないか。うん、 R2 だけちょっと待った方がいい。撃つの。か、スタミナ管理をもうちょっとちゃんと調べ直して把握し直すか。なんとなくでやってるから今。本当は良くないんだけど。うん、これちょっと一回回復させて。余計なダメージ食らったから、うまくいかなさそう。ジャンプもうちょっと手前、踏み切りで良さそうなんだよね、あれ。地味に今のローリングで初っ端の火球を避けるの苦手なんですよね。難しい。ここ違う。 OK 勝ち。魔法じゃない。勝ち。違う。違う。
レベル上げないんだった。忘れてた。保険の人間性取って。ここもローリングするんだったらもうちょっと置く。ちょっと待って、こうだ。違う気がするな、これ。16じゃないと、グインのセキュリティ調整が違う気がするんですよね。ちゃんとセキュリに入るかどうかわかんない。16超えると多分入らない。どうしようかな。クラグスキップはしません。人間セット、セットしたい。セキュリ入んないかな。ギリギリ入んないかな。入った。久すぎて。弓だから下。一個下。危ない。危な。もうちょっと右にそれてたら死んでる。よし。やっぱ人間性拾っとくとちょっと安心するね。これ。
ベスト瓶10本で足りるんだけど、保険として拾っておいた方が怖いから。マグカってやっぱり、いやーそれダメだって。一番やられたくないやつやられた。落下ダメージ食らっとくか。いいや、落ちよう。あれ、振り切った後戻ってくるように見えるんだけど、戻ってきた方で回避しようとするともう遅いんですよね。振り始めてもうすぐ早めに、実は早めにローリングしないと逃げられないっていう。どうしようかな、ここ。あー、尻尾で回復、一応回復しよう。尻尾で回復して殴って走ろう。スタミナ管理いい感じ？いい感じ。はい。見た通りです。どんな感じですかって言われても、銀槍のドロップが遅かったこと以外は完璧です。こっちか。場所間違えた。マジ。頼む。オッケー。やったぜ。見たかよ。これが銀槍のリーチだよ。銀槍じゃなかったらあれもう一回ローリングした後に殴らないといけないんだけど、銀槍で無理やり刺しに行くという。ただここのだよね、入んないよね。ねえ、体力16じゃないとダメなんだよ、この調整。そういう調整をしてるんですよ。もしこうしない場合は、なんか鎧着込んで、ダッシュで食らわないといけない。でも今の黒騎士で入れることにこだわった方が、ここで別の2体の黒騎士に挟まれるようなことをされるよりはいいから、まあ、今のところこうしないとダメ。ああ、そっか。
落下ダメージ取れますね。ただ、19でどうなるかまだ、はっきりしてなかったから。でも、アスチョクの時に調査したあれ、合ってたんだなっていうの分かったので、ちょっと嬉しい。危な。パリちょい早い、今の。じじい。いい走りできた。完璧ではないけど、結構タイム縮んだね。グッドゲーム。楽しい。これだからやめられねえんだよな。RTA って。